皆さんおはようございます。千葉の斉藤です。今日もですね、巣箱の、巣材の状況を見に来ました。よいしょ、見てください。こんなにたっぷり入っています。すでにですね、温かく柔らかいものも、搬入し始めています。こんな形で巣箱の方どんどん出来上がってきています。入り口から見るとこんな感じですね。さあ持ち主が帰ってきちゃいますので、それでは失礼します。頑張ってねー。